プロ野球セリーグ CS ファイナルステージ第5戦巨人1対 0DNA20 日東京ドーム動画高橋投手が突っ込みを入れる実際の動画はこちらです地上波副音声でプレイヤーゲストとして出演した中日の高橋宏人投手待機していた部屋に報道陣への対応が終わった巨人の中山麗と選手が入ってくるとお前すげえよと熱いハグを交わしました 自分が地上波の主音声でクロストークしている時にちょうど中山選手がホームランを打った、と興奮気味に続けた高橋投手。ダイヤモンド一周していた時には、少しカッコつけた、と話す中山選手に、見てたよ、と感慨深そうにするも、すぐに、で、ちょっと出てくんの遅すぎな、あの後の守備、と突っ込みました。この試合を解説者としての目で見られたことで、 かなり勉強になったと話した高橋投手。来年は自分があの舞台で戦いたい、と気持ちを新たにしていました。